横からちょっと押すね。で、横から押したときに、普通に立てて、ね、立てて、お、今直したね。これ今、悪くない？いいでしょ？いいよ。いいよ。で、みんなで悪くない？あ、いいよ。普通、そのまた、そのまま立てて、お、はい。はい。で、姿勢が良くないと今みたいに押されるとグラッとしちゃうんだけども、それ なぜグラッとするかっていうと、その状況どうなってるかっていうと、まあ、みんなあれだよね、日常生活、まあ、スマホだ、ゲームだ、勉強だ、だいたい背中丸まるでしょ、こうこういう状態で、背中丸まると肩甲骨広がっちゃうの。で、肩甲骨広がるとこの連結部分の骨盤が後傾する。で、かかと、体重がかかと側に乗ってくる。で、この状態で押されるとグラッとするし、この状態で走ろうとしてもうまく力もらえない。この状態でターンしようとしても素早くターンできない。これを直したいな。ちょっと安定する、広すぎず狭すぎず、ちょっと安定する足幅にちょっと開いていって、ちょっと広がっていい、広がっていい、近い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 、前に寄って、これうまくつかないで、見つけてでもあんま、ま、気に下がらなくていいから、円じゃなくていいから、この辺ジグザグジグザグ、みんな一緒に下がらない。ちょっと一回いい姿勢を作ってから、崩した時といい時をお互い押して確認して。2人ともいい姿勢作っちゃったら誰も押していないから。慣れるともう簡単にこの状態からいい状態に持ってこれるんだけど、最初きっかけ、万歳万歳万歳で手のひら合わせて、で、空にできるだけ近づけて、で、さっき黄色の丸で印つけたところで体重支えて、この腕を耳の後ろに持っていくと、はい、肩甲骨寄った、はい、骨盤立った、そのまま下ろして、で、ここまで張らなくて、要は開いてる肩甲骨を寄せて楽に立った状態がいい姿勢で、この状態で押されてもさっきの力以上に押してもぐらつかない。じゃあ1回、はい、普段の楽な姿勢になってお互いちょっと押し合ってみて、このスピードを落としていくと、まずここから始まる。いい姿勢で、姿勢が悪いと腕も振れないんだけど、姿勢が良くなると肩から腕をまっすぐ動かせる。で、膝の上がりが低くならないように腕と足のバランスを取りながら、いい姿勢で、もし手と足が、あれあれあれってなるときは、だいたい腕がしっかり振れてます。一回極端に腕をこう振って大きく振って緊張した人間の動作ってこんな感じですね。大きく振ると体はこちら側に回ります。でもこの回線を抑えるために足が上がってバランスを取っていきます。で、このあと全部音楽流していくので、音楽にはリズムがあります。で、そのリズムに合わせて体を動かす。まずいい状態でしっかりそう。前の人がラダー振ったら。このリズムで近いな、このリズムで、あるんですよ。
やぶって、やぶって重いじゃない腕で、これを肘を早く走る人と同じように曲げたいの。ただよくあるのが前は曲がって後ろ伸びる、前は曲がってるけど後ろは伸びて後ろ側で重たくなっちゃうことがよくあります。まっすぐ振りながら曲げる。でまあいろんな例えあるんだけど、後ろに壁があって壁を手で叩かないで、エルボー、肘でパク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 と叩く、そんなイメージ。そうするとこう伸びないから、そう、後ろの壁を肘でパク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 、こうじゃないんだ、こうじゃない、こうじゃないで、こうで、ただ肘を曲げるだけ、今の動きで少しだけテンポ上げます。少しテンポ上げるんで、それに合わせて動かす。まっすぐで、まっすぐ一本の棒がちょっと前傾して自然にこう前に行くような感じで、足の前方で体を支えて1、2、3、1、2、3、大きな動きはそのままで2、3、ちょっと前に1、2、3っていうような動きをやってみようかな。ちょっと曲変えるね。ちょっと前に傾く。はい、ゴー。足だけにならないで腕もつけてバランス、何をやるにも全身運動、ね、でそれをちょっとリズミカルにいくと、これの何最初ちょっと難しいかもしれないけど、やめ思うのに多分できるかもしれない。Right, that's it.